こんにちは、横久米克人です。本日の横久米ゼミでは鏡ヶ原太鼓保存会さんをご紹介させていただきたいと思います。なぜ横久米が太鼓って思われるかもしれませんが、実は私の義理の兄と甥っ子が所属しておりますので、身内が勝手に皆様にご紹介をさせていただきます。鏡ヶ原、岐阜県に所在する鏡ヶ原での太鼓保存会、和太鼓のまさに保存、伝統、文化を守りつつみんなで演奏して楽しむという団体でありますが、これは全国に同様の団体が存在をして、日本一決定戦というものが1年に1回行われるんですが、昨年地区大会を勝ち抜いて全国大会初出場ながら準優勝、全国2位となったチームです。私も当然会場に行きまして応援をさせていただきました。太鼓がわからない私が言うのもなんですが、その基本というものを極めて達人の域まで行く素晴らしさっていうのもある一方、鏡ヶ原太鼓保存会さん、もちろん基本忠実、そこをおろそかにはしていませんけど、そこにアレンジ、面白さ、躍動感みたいのが加わって、一番観客の方を巻き込んで楽しませて、面白いな、和太鼓楽しいなって思えるような、まさに実演でございました。優勝いけるかなと思いましたが、準優勝でありましたが、実は今年も激戦、コロナ禍の中でありながらも地区大会勝ち抜かれ、今年12月13日に行われる全国大会に出場されることとなりました。私も応援に行きたいと思っております。和太鼓の演奏というものが馴染み深くないかもしれませんが、ただ太鼓の達人で皆さん昔よりは馴染み深いかもしれませんし、あとは合唱ですとか吹奏楽のような、みんなで一つの音楽を奏でるこの一体感、みんなで練習していくその楽しさに、まさにこの体を動かすっていうスポーツ系、スポーツ要素も加わって本当に楽しいですし、ダイエット効果っていうところで女性が関心を示されているものでもありますし、あと若い子どもたちが楽しんで参加している方々も多くいるということで大注目だと思っております。概要欄に鏡ヶ原太鼓保存会さん、ニッパラドラムスという団体で YouTube やられておりますので、 YouTube チャンネルを紹介させていただきますので、皆様ぜひご覧いただき、日本2位のチーム太鼓というのがどれぐらいか、その魅力発信されておりますので、ご覧いただきチャンネル登録いただければと思います。本日の横久米ゼミは以上です。